こんにちは。こんにちは。表現さん、にわちゃんですね。はい。はい。はい、にわちゃんはいつも寿司を食べますか？サンドイッチを食べますか？いつも。にわちゃんはいつもサンドイッチを食べます。うん、そうですね。にわちゃんはいつもサンドイッチ。いつもサンドイッチを食べます。寿司はどうですかね。にわちゃんは寿司が好きですか？はい。りょうちゃんは寿司が好きです。BLT の寿司好きです。BLT の寿司？ベーコンレタストマト寿司？ 何ですか、それは。はい、そう。りょうちゃんは寿司が好きです。でも、いつも食べません。寿司は、時々食べます。時々。Sometimes。はいはい、わかりました。うん。寿司はちょっと高いですから、いつも食べません。高いですよ。高い。サンドイッチは100円ですね。100円です。はい。100円。はい、見える？100円、サンドイッチは100円ですよ。100円。寿司は1000円。はい、OK。うん。だからサンドイッチは100円。安いです。安い。でも、寿司は1000円です。高いです。寿司は高いですから、いつも食べません。でも、にわちゃんは寿司が好きです。にわちゃんは寿司が好きですから、時々、sometimes、食べます。で、にわちゃんはいつもどこでサンドイッチを買いますか？トーハムサンドイッチでサンドイッチを買います。うん、そうです。そうです。トーハマサンドイッチでサンドイッチを買います。はい、100円です。はい。にわちゃんはいつもサンドイッチを食べますよね。じゃあ、にわちゃんは今仕事をしています。はランチタイム、いつもどこでサンドイッチを食べますか？コートで食べますか？ロッカールームで食べますか？い。ロッカールームで食べます。うん、そうです。これ、ロッカールームで食べます。にわちゃんはいつもロッカールームでサンドイッチを食べます。じゃあ、皆さん、にわちゃんはいつも何を食べますか？い、これですね。にわちゃんはいつもサンドイッチを食べます。じゃあ、にわちゃんはいつもロッカールームで寿司を食べますか？はい？いいえ？いいえ？
ヨアちゃんはいつもロッカールームで寿司を食べません。うん。寿司時々食べます。でも、ね、ちょっとゴージャスなディナー、うちで食べます。時々食べますが、ロッカールームで食べません。じゃあ、にわちゃんはいつもロッカールームでサンドイッチを買いますか？遠浜サンドイッチでサンドイッチを買いますか？遠浜サンドイッチでサンドイッチを買います。ロッカールームにサンドイッチの店がありません。ありません。ロッカールームにサンドイッチの店はありません。じゃあ、にわちゃんはいつも寿司を食べますか？いいえ。にわちゃんはいつも寿司じゃなくてサンドイッチを食べます。じゃあ、寿司は食べますか？はい。食べます。はい。時々食べます。寿司は1000円。高いです。だから時々食べます。では、今日はここまでです。またねー。バイバーイ。